っかり噛みそうな漢字で書けないような、うっかりな小島大子です。わーい、はい、うかしょまー、はい、うかしょまー、やっとこれましたよ。嬉しいです、ね、うかしょまー。いやー、私桑島さんと初めてがっつり言葉を交わしたのが、ええ、確かあれですよね、みんなキャストとスタッフとみんなで行ったお祓い、あ、お祓いの時、お祓いの時にがっつり言葉を交わしたんですよ。そうなんです。実は稲荷コンコンはあれどうされたんですか。うん、そうだったかなと思って、うん、そうです、そうです、はい、事務所で、うん、おはようございますって言った、こう一方的にこうなんかおはようございます、あ、おはようございますっていう会話を交わしたことはあったんですけど、え、それいつは、実は私、うん、事務所に入りたてから何ヶ月くらいかな、2ヶ月か3ヶ月くらいの頃、ね、そりゃもう、そりゃもうですよ。あ、桑島さんがいると思って。あらあら。おはようございますって言ったら、こっちを見てくださって、ニコ、おはようございます。さささささーと。そうだった？疲れて、そうだったんですよ。よかった、ちゃんと。で、2回目にちゃんとお話ししたのが、この、神様を、扱うアニメということで、みんなでお祓いに行った時に、稲荷神社にね。そうなんです。うん、確か待合室でお饅頭が出てきて、出ましたね、うん、お饅頭美味しいですねって、こう、お話しした。緊張しちゃって、すごいなんかお話ししたい、お話ししたいと思ったんですけど、うん、美味しいですねとか、うん、あ、お庭が素敵ですねっていう話をしたのを覚えてます。どんだけ緊張してんねんっていう感じですけれど。そうでしたか。そうなんです、はい。それではこれからたくさんたっぷりと。